デュープリズムは1999年10月14日にスクウェアより発売されたプレイステーション用アクション RPG ゲームソフト。2002年2月21日には再発売。さらに2007年1月25日にもレジェンダリーヒッツとして再々発売されることになった。2010年6月23日からはゲームアーカイブスでの配信も開始されている。 また、北アメリカでは、スレッズ・オブ・フェイトというタイトルで発売された。プレイヤーは二人の主人公のうちどちらかを選択することができる。二人の主人公の物語の舞台や、時間軸、登場キャラクターの設定は同じだが、選んだ主人公と他の登場キャラクターとの関係や、リアクション、態度などの違いが生まれる結果、 まるで違った二つの物語を楽しむことができるのが特徴。パッケージに記載されているキャッチコピーは一つの世界に二つのファンタジー。ゲームシステムは明快で整っており、コンティニュー時にステータス底上げ可能なアイテムの存在もあり、一つの変のクリアまでの時間も短めで気軽にプレイすることができる程度の難度。また主人公をはじめとしたキャラクターや、 二つの面で、楽しめるストーリーなどの面でも高い評価をされており、ゲーム雑誌などの読者投票でも高い人気を得た。これらの高評価により、スクウェア上層部の本作を見る目が、明らかに変わったと、スタッフにもコメントされている。2010年5月の時点で、企画発案サイトを頼み込むで、デュープリズムには、ゲームソフトリークエスト項目の中における最もとも、 参同者の多い発案である。また、本作ではムービーが一切使われていない。これは、そもそも本作の制作プロジェクトが、フルポリゴンの 3D ゲームを作れないかという考えから始まったことに気にし、メインプログラマーの杉本のゲーム画面とのギャップに対する懸念や、全部リアルタイムで計算してみたかったというこだわりによるものでもある。この結果、 練り込まれたカメラワークなどが生まれた。音楽は中野純也が担当しており、音楽には定評がある。サウンドトラックは2006年7月に再発売された。なお、公式サイトはスクウェア合併と同時期に閉鎖されている。どんな願いも叶えてしまうと言われる、究極のマジックアイテム、遺産。これは、それぞれの願いを叶えるために遺産。 デュープリズムを探し求める少年と少女の冒険物語である。クレアと穏やかに暮らしていた少年ルーは、ある雪の晩、謎の怪人、死の右腕に突如襲われ、ルーをかばったクレアは殺害されてしまう。それから3年、ルーはクレアを生き返らせる方法を探して旅をしていた。強力な遺産が眠るという情報を聞きつけやってきたカローナの街で、 幾多のライバルや仲間と冒険を繰り広げながら、そこに眠る、遺産に秘められた真実や、自分の能力や、出生の秘密などを知っていく。当天王国のプリンセスミントは、あまりにも素行が悪かったことから、多い継承権を剥奪され、真面目な妹のマヤに取られてしまう。納得がいかないミントは、直気上の座を力ずくで、奪い返そうとするが、当天王国に伝わる。 遺産、ブック・オブ・コスモスの前では無力だった。自分にも強力な遺産があれば、マヤになんか負けないのに。ということで、強力な遺産を手に入れて、国をマヤから強奪し、ついでに世界を征服してやるわ。ということで家出を結行する。そして2年後、強力な遺産が眠る。 という情報を聞きつけやってきたカローナの街で、幾多のライバルや仲間と冒険を繰り広げながら、より破天荒に成長していく。ゲームスタート時に、どちらの主人公でプレイするか選択する。選ばなかった方の主人公も、序盤から登場し、プレイヤーが操作する、主人公の相棒的存在として、物語に関わっていく。カローナの街の住人森と海に囲まれた、 のどかなで牧歌的な街カローナの住人。この町の近辺に遺産が眠っているという情報を聞きつけ、主人公達を含めた大勢が集まり始めている。ライバル、遺産を手に入れ、人儲けしようと企む人物たち。東天王国カローナの町の海の向こう、東の大陸に存在する700年の歴史を誇る魔法使いの国。 遺産、ブック・オブ・コスモスに守られ繁栄しており、悪しき人間が遺産を手に入れることがないよう、世界中を監視し遺産の秘匿と封印を行っている。ゲーム中ではあまり触れられないが、その起源は、かつて人間が強大すぎる遺産を手に入れたことで、世界が滅びる寸前にまで至った角笛戦争を終結させた英雄たちにより建国された国である。 町の住人、デイビスの話と、公式ガイドブック、デュープリズム秘密の遺産攻略本によると、かつて北洋を支配した国の皇帝が、氷山に封印された、遺産、ヘブンズホルンの揚力に狂わされ、世界征服をしようと全土への侵攻を開始し、多くの国が滅び、多くの人間が死んでしまうが、皇帝は、侵略を止めようとしなかった。 家族も家来も逃げ出したった一人になっても、異界への扉を開くヘブンズホルーンの力でモンスターを呼び出して戦争を続け、遺産の加護に守られ無敵を誇った皇帝の軍により、世界は滅亡寸前まで瀕する。しかし、遺産、ランス・オブ・ケイオスを携えた天の高き風をまとい、若き竜・トマジョを従えた竜騎士が現れ、皇帝に戦いを挑み、 7日7番の激戦の末に皇帝を打ち倒し、角の笛戦争は終結した。この角の笛戦争を終結させた英雄たちにより、建国され、滅亡寸前にまで陥った、人類社会の復興と平和を取り戻すのに、大きな役割を果たし、角の笛戦争の再来を防ぐために、遺産の管理と封印と隠蔽を義務付けられた国。それが、東天王国である。 エイオン人類が文字を持つ以前に存在し、その強大な魔力は星さえ動かしたと言われる大魔道士たち。他かつて存在したエイオンたちの残した現在の人間たちの力を遥かに凌駕したマジックアイテム。かつては強大な力を持つ遺産を追い求める者が後を絶たなかったが、つ笛戦争の再来を防ぐため現在では、当天王国の情報管理や、 秘く作業により人々からは文献さえも遠ざけられ、ほとんどの人間にはおとぎ話程度にしか思われていない。ありがとうございます。